城ヶ島三浦半島の南に位置する城ヶ島。三浦半島と城ヶ島の位置関係城ヶ島は、神奈川県三浦半島の南端に位置する島。周囲長約 4km、面積0.99平方キロメートルで、神奈川県最大の自然島である。東西幅約 1.8km、南北幅約 0.6km と東西に細長いひし形の地形であり、 東西南北にそれぞれ安房が先、長津漁崎、赤羽崎、優雅先という岬がある。長津漁崎には城ヶ島灯台、安房が先には安房崎灯台が立つ。安房が先は神奈川県の最南端でもある。行政区分は三浦市で認可遅延団体の城ヶ島区が実地の一部を担う。220世帯604人が暮らす。しばしば、 伊豆半島の城ヶ崎と混同されることもあるが、三浦岬周辺に城ヶ崎という地名は存在しない。城ヶ島大橋風光明媚な三浦半島の情景を凝縮したような景観で知られる鎌倉時代以来の継承地である。漁業、軍事、交通、文学に深く関わってきた多面的な歴史を持っており、大正時代に北原白州の城ヶ島の雨が評判を呼ぶと、 ロマンの島として全国に名を知られるようになった。大正末期から太平洋戦争終戦までは東京湾要塞の一部として砲台が存在したが、戦後は城ヶ島公園として開放された。現在は磯釣り、磯遊びに適する行楽地として知られるほか、岬と共に海を囲み、遠洋漁業基地岬漁港の一角をなす。岬との距離が約五百メートルと近いため、 歴史的にも、三浦岬の一部といえる存在である。かつては、岬中崎岸壁より出ていた渡し船が、唯一のお島手段であったが、1960年に、城ヶ島大橋が開通すると、岬との一体化は一層進行した。古代から中世までは、城ヶ島、城ヶ島等と称され、城ヶ島と呼ばれるようになったのは中世以降とされる。 城ヶ島となった由来、時期は、諸説あり、などがある。このうち、里見義弘にちなむとする説は、明治時代の観光パンフレット、総集三浦半島案内でも紹介されており、かつては多くの人が、透明の由来を知っていたと思われるが、現在では地元でも知る人が少なくなった。北側に傾いて生えている松黒潮の影響で、冬でも温暖な太平洋岸気候で、 海からの風が常に吹いている。暴風時には太平洋岸は非常に激しい勢打ちとなり人を全く寄せ付けなくなる。翻って三崎側の海面は本島が天然の防波堤として機能するため比較的穏やかである。このことが三崎漁港を古来から避難港、風町港として天然の良港たらしめている。島の東西で岩質が異なり東部は 初声層、西部は三崎層からなり、島のほぼ中央に断層が通る。たびたび発生する大地震によって流起を繰り返したためか、岩礁には終局等の地質学的に貴重な路頭が多く、コツコツと岩石を叩く、地質学者や学生の姿がよく見られる。日本の地質百選選定委員会による日本の地質百選にも選ばれている。 標高30メートルほどの平坦な大地が大部分を占め、沿岸部で急激に海に落ち込んでいる。海岸は島の東西端部に岩礁地帯が広がり、ところどころに砂浜がある。太平洋側の赤羽先より東側は険しい海色崖が発達している。元来、沿岸部に平坦な場所がほとんどない地形である。栃木用 編集北岸と南岸では全く異なる土地利用がなされている。北岸、編集三気候に面し、ひなびた、漁港風景を見ることができる。城ヶ島大橋を境にして、東側の海沿いは水産研究所や大型船造船施設、その高台は県立の城ヶ島公園が占めている。西側は漁業施設や水産会社施設、民宿、 住民の生活の場が広がっている。生端に進むにつれ飲食店や土産物店が軒を連ねるが、この数年は減少傾向にある。生端高台には城ヶ島灯台がある。かつて北岸の西側には良い女が浜と言われた海浜地と東側の優雅崎地区東岸には砂浜が伸びていた。これらは1923年9月1日の 関東大震災での流気により砂が減少して、磯浜に変わってしまったことや、日本軍が城ヶ島砲台の設置を行うなど、海浜有境地としては、存在価値の低下が進んでいくが、透明度の高い海と高台の緑に囲まれていた海浜であったため、その継承は人気もあった。戦後、急激な成長を続けてきた三崎漁港の施設用地、不足解消のため、 神奈川県の埋め立て事業が始まってゆく。北岸の埋め立ては西側から3区域に分けて行われていき、かつての余裕長、が浜周辺、城ヶ島大橋着工と道路整備にかかる優賀先海浜の埋め立て、優賀先東側の広範囲が対象となり、蛇島など数々の継承、遊興地が消滅した。現在では島面積の19%が埋め立て地となり、 北岸の自然海浜としては、東端の暗房が先、黒島防波堤防寒、夕が先地区西側の北原白州避援付近、生端の火事のサブロー山周辺にわずかに残るのみで、そのすべてが磯浜である。北原白州避援にある砂浜は、定期的に森砂工事を行うなど、海水浴場として整備されていると認識されていることがあるが、これは公園として保全しているためである。 国が海水浴場と定めた場所ではなく、城ヶ島には正式の海水浴場は存在しない。結果、現在の北岸は古来の面影を残していないが、戦前から広く知られた景勝地のため、当時の絵はがきなどに多くの写真が残されている。関東大震災以前の風景のものを見ると、城ヶ島と岬との距離は、現在よりもはるかに遠く、松の生えた木岸に、 波学だけ、白写聖書を絵に描いたような景色であったことを、うかがい知ることができる。また、江戸時代の絵画にもよく登場しており、1812年に、浦賀の加藤三重が表した、三浦小広録などに当時を忍ばせる絵図が残っている。南岸、編集赤羽先、太平洋に面し、沖合に、伊豆大島を望む。自然がそのまま残されており、 人工物とは縁のない世界である。自動車も近づけないため、船の高校音以外に人工音は聞こえない。東西を結ぶハイキングコースが整備されている。赤羽先より東側は会食がけが発達し、人は容易に近づけない。このため、海ウ,ミウヒメウクロサギの繁殖地となっており、神奈川県の指定天然記念物となっている。この繁殖地は、 城ヶ島公園から崖上を通って灯台に至る道中から望むことができる。城ヶ島公園内から海辺に降りることもできるが、かなり険しい道である。また、海岸も、破損棚が発達していて歩きにくく、ハイヒール等では危険である。赤羽先より、西側は砂浜と広大な岩礁地帯があり、典型的な海岸段丘を形成している。岩場としては、 比較的なだらかで西へ進むと城ヶ島灯台に出る。南岸は普段は静かなため夏場にはキャンプをする人が多い。しかし外海に直接面しているため暴風時には岩場よりも高い波が押し寄せる強烈な解消となる。また遠方で津波が発生した場合、島に近づくにつれ急に箱を増して襲ってくるが、 背後に急峻な崖が迫った逃げ場のない場所であることを忘れてはならない。樹木は北岸に集中して生えている。海風が強いため南岸の崖には樹木がほとんど生えておらず、島の大地上の樹木は北側に傾いて生える。水仙、浜雄、浜名でしこ、浜郷磯菊、明日葉等の海浜植物が自生する。大地上には 人の背丈を遥かに超える八丈すすきが密生しており、眺望が効く場所は限られる。夕が先に、弥生時代の遺跡があり、食料調達としての漁はその頃から行われていたと考えられる。秋内としての漁業は、江戸時代、江戸の発展に幸応するように始まった。夏には、海士と呼ばれる男たちが裸潜水漁であわび、サザエ等を採取し、冬には、 狙いと漁で魚をついた。合わせて、小規模な網漁も行われ、1649年には、エビ網漁が始まっている。また、カツオなどの海遊業も出荷していた。水揚げされた魚介は、当時の海測定である大総利船で、江戸に運ばれた。1781年には、城ヶ島の個数68のうち、1軒が、昇華の他はすべて漁師であったと伝わっており、 漁業はまさに城ヶ島の生業であった。明治時代には、三間の流し網漁を相模湾で行うようになった。現在、対岸の岬とともに、沿洋漁業基地の一角を成しているが、島を拠点とする漁業は差し網、栽培、採創などの沿岸漁業が中心である。特にアワビは、新神奈川の名産百選に選ばれている。また、 神奈川県水産技術センターでは水産資源の研究が大規模に行われている。島自体が地元の重要な観光資源である。観光地としての歴史は古く、鎌倉時代に源の頼朝がたびたび来遊した頃に始まる。頼朝は笠掛けを催した夕が、先茶を入れたり硯の水に使ったりしたとされる水、たれ、 よりの次女が酒に酔ったことからその名がついた、四い女が浜など、島内各所に由来を残している。明治に入って、三崎東京間に汽船が就航すると、城ヶ島は都会からの秘書客で賑わうようになり、夕が先に海水浴場が開設された。大正時代に北原白州の城ヶ島の雨が発表されると、若い男女の憧れを集めるロマンの島として全国に、 なお知られるようになった。しかし、関東地震に伴う地盤隆起によって、砂中の岩礁が砂浜に露出してしまい、海水浴客は減少。その後に、城ヶ島砲台が設置され、城ヶ島は、要塞の時代を迎える。三気港と城ヶ島を結ぶ渡し船、三城後方には、城ヶ島大橋が見える戦後、三浦半島は、 岩と景気の頃より東京に近い観光地として、再び脚光を浴びることとなる。三浦市の統計によれば、昭和30年代以降に、三浦市域に来訪した観光客の30%弱は、城ヶ島に来訪している。1956年の来島客数は、約27万人であったが、1960年に、城ヶ島大橋が開通すると、 約147万人と5倍以上に増加した。放題跡地は県立城ヶ島公園として整備され、1963年には京急グループの三崎観光が城ヶ島油壺館に定期観光船を就航させた。現在までの最盛期は1970年から1971年で年間200万人以上の観光客が訪れ、京浜急行電鉄が 快速特急、城ヶ島マリンパーク号、城ヶ島号などの臨時列車を運行したほどであった。オイルショック後に観光客数は急減、京急三崎口駅開業や横浜横須賀道路開通などで歯止めがかかったものの、1970年代後半から80年代は増減が激しく、他の観光地、レジャー施設など開発力や集客力のある場所への客足シフトや、 レジャー多様化の影響で平成以降も減少傾向である。三浦市域における観光集客力も、城ヶ島とは対岸の3気港にある魚市場を改装した大型商業観光施設やその付近の飲食店にあり、城ヶ島大橋の通行量徴収や島内の駐車場の有料化で、三崎から城ヶ島へ車で訪れる観光客の流れは低下している。 2018年11月には、神奈川県と三浦市、城ヶ島区、京急が再開発計画を発表した。県が大橋を無料化するとともに、京急グループが城ヶ島京急ホテルの建て替えなどを進める。城ヶ島油壺館の定期観光船は2007年12月15日をもって廃止となったが、2008年。 城ヶ島大橋開通に伴って廃止されていた、三崎城ヶ島間の小さな渡し船が半世紀ぶりに復活した。北原白州詩人、北原白州は、1910年に三崎を発砲右与曲折の後の1913年、城ヶ島優雅先対岸の三崎町向きが先にあった、偉人間に翌年まで住んでいた。三崎居住期にも、歯科をノートに書き溜めており、 その成果は1915年に歌集、運母集として発表している。白州は三浦美崎、そして城ヶ島を生涯愛した。1937年には三崎小学校、三崎実家高等女学校の校歌を作詞している。また白州が生前に歌詞混流を許したのは城ヶ島と三崎のみももらのみと言われる。特に 1941年11月2日に行われたみもも寺の火火は除幕式に白州本人が参列した唯一のものである。城ヶ島の雨、編集雨は降る降る。城ヶ島の磯に、利休ネズミの雨が降る雨は、まだまか夜明けの霧か、それとも、私の忍びな木船はゆくゆく通り屋の花を濡れて、ほあげた主の船へ船は、やぐらでやるやぐらは、 歌でやる歌は先導さんの心意気うはフルフル日ハウス、曇る船はゆくゆく帆が霞む、城ヶ島の雨、火火、城ヶ島の雨、不火、城ヶ島の雨は、白州が、三崎滞在中の1913年に演出家、下村宝月の依頼で作られた。島村は、自身の主催する、芸術座の音楽会で発表するオリジナル曲のために、白州に作詞を依頼、作詞後すぐに、 柳田忠氏によって曲が付けられ、1913年10月30日、東京・浦久座にて、柳田自身の独唱で発表された。付曲された、白州の詩としては、第1号である、城ヶ島や岬の風情を歌っており、奥田良蔵が吹き込んだレコードが、全国的にヒットすると、城ヶ島は、ロマンの島として全国に知られることとなり、憧れを抱いた若い男女が、 大成来訪した。布局した作曲家としては、柳田の他に、山田耕作、橋本邦彦がいる。また、1950年と1959年には、同名の映画も作られた。火火、編集、城ヶ島の雨の火火は白州存命中より混流が望まれていたが、島が要塞地帯であったため、戦後の1949年になって、 ようやく実現した。下避は、城ヶ島北岸中央の優馬先に、白州が望んだ、小型の根深い石を用いて混流され、刻まれた奏書は、白州の自筆である。混流時、すでに白州は没していたが、除幕式には作曲者、柳田正が出席した。その後、下避は、城ヶ島大橋の建設に伴って、西側に移動されて、現在に至る。優が 先は、城ヶ島大橋の真下となっているが、白州避援として整備され、白州記念館が建つ。同記念館に備え付けられたノートには、遠方から来訪した人たちの書き込みもある。歌った歌手の例、編集俳人、松本隆が、初秋の島の夜を読んだ、俳句作の詩碑が、城ヶ島公園にある。戦前の城ヶ島は、私船以外に、お島手段がなく、 要塞地帯ゆえに、お島自体に、軍の制約があったため、夜ともなれば、人気もなく、虫の音の鳴り響く島であった。死碑に刻まれた俳句は、虫の音響く初秋の夜、涼を求めて雨戸も閉めずに寝入る島の情景を、映し取ったものである。俳人、角川玄義が城ヶ島から望む伊豆大島への、憧れを読んだ、俳句作の死碑が城ヶ島公園にある。 城ヶ島から望む伊豆大島へほかけ船が走る様子を歌ったものである。伊豆大島と城ヶ島の間には遮るものが何もないため目と鼻の先に見える。1986年の大噴火の際は夜になると空が真っ赤に染まる様を見ることができた。城ヶ島を題材とした流行歌には以下のようなものがある。白州の城ヶ島の雨の影響か 戦前に多い、城ヶ島の春、牧野真一は、1935年3月の東京朝日新聞にて、小説、城ヶ島の春を発表した。白州の思い出と、春の城ヶ島の何気ない日常を描いた小説である。城ヶ島殺人旅行、西藤江著、1994年。城ヶ島には二つの灯台がある。東京湾の入り口に位置するため歴史は古く、 1648年に、島東端の暗房が先に設置された、放課台が起源とされる。城ヶ島灯台ウィキメディアコモンズには、城ヶ島灯台に関するカテゴリーがあります。詳細は、城ヶ島灯台を三照島生端の長釣り先の根元、標高約30メートルの崖上に立つ灯台。江戸時代に現在地に設置された、東明台が直接のルーツである。 これは前日の暗房が先の放火台を移設したもので、後に松明を焚くかがり火に変更された。城ヶ島を描いた江戸期の絵画で姿を忍ぶことができる。幕末に西洋式灯台の建設が計画され、1870年に初点灯した。日本の西洋式灯台では5番目で、最も古い時代に設置された灯台の一つ。当初の灯台は、 関東大震災で倒壊し、現在の灯台は1927年に再建された二代目である。戦前、城ヶ島付近で軍事演習が行われる際には名古屋の制限も行われた。安房崎灯台ウィキメディアコモンズには安房崎灯台に関するカテゴリーがあります。島東端の安房が先、標高数メートルの岩場に立つ灯台。放火台が 島生誕に移動された後、安房が先には長らく灯台のない時代が続いた。しかし、当地周辺も遠浅の岩礁地帯であり、通行に危険を伴うことに違いがなかったため、地元の陳情を受けて1962年に安房崎灯台が設置された。鎌倉時代、三浦半島一帯は三浦市の支配下にあり、城ヶ島はその水軍の本拠地であった。 戦国時代、三浦氏は一度は滅亡するも相ガ三浦氏として再興していたが、1516年に、北条総運によって、荒井城、三崎城が落城、滅亡した。この時、亀崎、鈴木、下里、三富、出口を名乗る者を中心とする残党が城ヶ島に立てこもって抵抗した。彼らは、三崎の船をすべて城ヶ島に持ち去ったため、攻めあぐねた総運は、 県庁寺、遠学寺の両王将に調停を頼んで、ようやく講和したという。この残党は、三崎住人衆と呼ばれ、北条氏の下で、里見水軍の進行をよく不正だとされる。彼らの名字は、現在も三崎に残っている。北条氏の支配下では、梶原慶州率いる北条水軍が、房総半島の安保を里見氏と対峙した。 里見水軍はしばしば、城ヶ島周辺を来襲していたが、1562年に、城ヶ島に上陸すると、北条軍は、三崎城に陣を構えて、海戦となった。現在、島に、これらの遺構は残っていないが、城ヶ島から三崎を望んだ際に見える高台が、三崎城跡である。ペリー艦隊の帰還サスクエハンナゴ江戸時代末期に、外国船が頻繁に訪れるようになると、 東京湾の入り口に位置する城ヶ島は、解剖の要所として重要視されることとなった。1808年に、浦賀奉行、岩本正友が砲台を築いたのを皮切りに、1810年に、幕府より、相模解剖役を命じられた合津藩主、松平博士衆は、城ヶ島に、円剣番章を設置したり、暗号が先にて、大砲発射演習を行うなどの活動を行った。 1821年に藍津藩に代わって川越藩が相模解剖役に就くと城ヶ島放題は浦賀奉行の所管となった。米国ペリー艦隊は横須賀の浦賀に来航、栗浜に上陸したが、来航を真っ先に知らせたのは松輪沖で漁をしていた城ヶ島の漁師であったと伝えられている。また、1854年には三崎の名主吉兵衛が、 城ヶ島沖に異国船2隻を発見、上宮殿の解剖陣屋に報告している。明治に入り、大日本帝国海軍は1894年に臨時東京湾守備隊司令部を設置し、岬に監視所を置いた。1898年、直例外176号、要塞金傍における水陸測量等の取締りに関する件が交付され、 ついで1899年に軍機保護法、要塞地帯法が成立する。これによって、城ヶ島を含む三浦半島全域が要塞地帯に指定され、三浦半島の観光ガイドブック、三浦大館が発禁処分になるなど、観光地としての城ヶ島は大打撃を受けた。1905年、日露戦争の最中、海軍は城ヶ島に暴浪を設置した。当時、 海軍は、バルチック艦隊が、津島海峡を通るか、太平洋を抜けて、津軽海峡を通るかの進路予測に苦慮しており、この一環であったと思われる。城ヶ島砲台、編集戦艦秋城ヶ島、砲台跡砲道入り口城ヶ島砲台跡観測所、城ヶ島砲台跡東京湾要塞の一部として、島東部の大地上に設置された沿岸砲台。漢報を転用した、 高等放,放題で1945年の終戦まで存在した。経営編集建設当時、三崎地区にはすでに三崎放題が築かれていたが、関東大震災で損壊した。1924年、参謀本部は東京湾要塞復旧建設要領を策定し、ここに城ヶ島放題の新設が決定した。 1924年10月12日に工事着手し、1927年4月2日付で、竣工が報告された。装備、編集設置法は1923年のワシントン、海軍軍縮条約の調印により、廃艦枠に指定されて除籍された、薩摩型戦艦、秋の副砲である、25.4センチメートルカノン砲は、重量235キログラムの砲弾を、 最大行角30度で打ち出せば射程距離2万4600メートルまで届かせる性能で、この方を収めた原則砲塔をそのまま流用して設置された。砲塔の旋回角度は160度の旋回角度を持ち、方針の不行能力は、行角30度、深く5度発射速度は毎分1.5発である。砲塔、方針は明細塗装が施され、 練習用の照準機も備えられた。照準装置に電子装置を含む、校射山定具を備えた88式海岸射撃具が設置され、2機の砲塔に射撃データを送るための電線が通された。この電線は、小和城の高山観測所まで引かれた埋設電線を通知より空中に河川し、現在の県道26号松和入り口。 交差点付近に岩道山宮川向きが先を経て、田中の海底船室から海底を通り、城ヶ島の養老湖の海底船室から、再び埋設船となって、暗房が先を経て、各砲塔に配された。東西南の三方向を海に囲まれた地の利から、千葉県巨南町付近から、鎌倉市由ヶ浜付近に達する、広い社会を有した。試験射撃では、 南方向へ発砲したようである。竣工後も、砲塔を航空機から隠蔽する偽装屋根、偽装家屋、弾薬庫、観測所などが蓄次増築された。また、井戸を特殊な掘削技術を要する掘り抜き式の不解度としたため、その工事は陸軍工兵学校に委託された。太平洋戦争中には、島中央部に野砲陣地や広角砲陣地が増築されたほか、 岩礁には洞窟陣地も増設された。地盤傾斜、編集しかし、城ヶ島砲台は、第二砲台の傾斜が、徐々に進行するという、砲台としては、致命的な欠陥を抱えていた。この問題は、春行八ヶ月後の九百二十七年十二月六日、第二砲台の傾斜が、下方履歴規則の元し得壁限界に近づきつつあるとして、陸軍兵器本省町より、 陸軍大臣に報告された。春行後の報告にもかかわらず、基礎鉄武蔵付け後地区時傾斜しつつ、ありとあり、少なくとも実務レベルでは傾斜の進行を、春行前から認知していた節がある。これは1940年の報告で工事中の測定値が報告されていることでも裏付けられる。翌7日には、追記部本部長より、砲台の沈下用、付近の土地の移動量を、 対岸に対する城ヶ島の沈下量を毎日測定する暫定処置を取ったことが報告されており、大騒ぎとなったことが伺える。傾斜はその後も増大し、1928年10月4日、傾斜量がついに規定を超過したことが陸軍兵器本省庁によって報告された。その後も幾度となく状況が報告されたが、1940年3月の 報告でも、ミサ法に、支障なしとされており、最後まで解決できなかったようである。この報告における原因考察では、軟弱地盤に起因するならば、観察可能なはずの諸現象が見られないことから、地体力は十分であり、不当沈下をきたすことは、絶対にないとした上で、衆院については、関東地震による異常隆起の後、城ヶ島の局部的な沈降が、徐々に進行。 砲台周辺の土地もこれに伴って太平洋方向に傾斜したと判断する他にないと結論付けている。関東地震による城ヶ島一帯の異常隆起についてはエピソードの項を参照のこと。市民生活と砲台、編集城ヶ島砲台の存在により、岬の住民は城ヶ島を眺めていると関係に注意されたという。もとより要塞地帯であるため、 小道一本作るにも、軍の許可が必要であった。城ヶ島の存在や地形が、地元以外に知られないように軍や警察は留意しており、1928年に発行された三崎漁港集築記念の絵はがきには、城ヶ島が描かれていない。当然ながら、外国人の場合はさらに厳しい処置が取られた。築造期間中、貝殻収集目的で城ヶ島に来訪した。 アメリカ人の大学講師は、城ヶ島からの渡し船を下船後に、乗り合い自動車乗り場で身柄を確保され、警察署にて、取り調べと身体検査、所持品検査を受けた後に、権威不十分で釈放された。この時には、米国人講師に宿を提供した島民も取り調べを受けており、本県の一部始終が、神奈川県知事から、内務大臣、外務大臣、陸軍大臣、 海軍大臣宛てに報告されている。戦後県立城ヶ島公園、編集終戦後、城ヶ島放題は米軍によって、直ちに武装解除された。1950年、放題や土地約17ヘクタールが、都市計画公園。一部は、農地改革で民間に払い下げられ、現在は、面積約14.6ヘクタールの風地公園となっている。砲塔の完全撤去と、 公園整備によって、放題当時の状況は不明瞭になっているが、現在の公園施設内に残る、主な放題施設アートは以下のようになっている。その他、一部の地下構造物、付帯設備跡も現存しているが公開されていないため、危険。かつては、城ヶ島大橋を渡り切った付近にも遺構が残っていたが、城ヶ島大橋建設時に撤去された。佳境後も駐車場から、 城ヶ島公園への道路につながる歩道脇に遺構らしき建造物が長らく残っていたが、これも近年撤去された。要塞ゆえに、砲台現役当時の写真はほとんど残されていない。終戦後から城ヶ島公園整備前の写真としては、国土地理院、地図、空中写真閲覧サービスにて、終戦の数ヶ月後に米軍が撮影した空撮写真が公開されているほか、 城ヶ島大橋竣工当時に神奈川県が発行した案内パンフレットにも城ヶ島公園正門駐車場が未整備の頃の空撮写真が掲載されており、かろうじて砲台設置当時の周辺状況を伺い知ることは可能である。園内には水仙、磯ぎく等が群生し、芝生の広場では弁当を広げる家族連れが多い。また、崖につけられた階段から海岸に降りることもできる。 放題当時は観測所であった、展望台の眺望は素晴らしく、東西南3方向に壮大な眺めが広がる。なお、城ヶ島放題2方を提供した戦艦、秋は展望台から見える房総半島の最南端、野島先の沖合に沈んでいる。源の頼朝は城ヶ島と岬の宝蔵山に数千株という大量の桜を植え込み、 両側を桜に囲まれた瀬戸に船を浮かべて縁を催したと伝わる。戦国時代には、北条宇治安親子が桜見物のために3日間滞在しており、城ヶ島の春は磯山に桜が咲き乱れる、絶景であった様子が忍ばれる。この桜は現存していない。江戸時代後期に編纂された、廃海岬崎市に越を惜しむ節があり、 この頃にはすでに失われていたようであるが、対岸の岬に花暮れという地名を残している。花暮れとは、岬から眺めた城ヶ島の桜は、白波に桜が映って、日が暮れるまで眺めても飽きないということに由来する。1656年、かがり屋の下で流れクジラが捕獲された記録がある。岬西浜の地蔵院にあるクジラ塚は、 このクジラの供養のために建てられたと伝わる。馬の瀬道門1923年9月1日に発生した関東地震は、震源断層の主要な破壊領域が2つあると推定されており、1つは神奈川県西部直下、そしてもう1つは三浦半島直下と推定されている。地震発生時に三気候は六メートルほど隆起し、海が干上がり、城ヶ島まで陸続きとなって、 数日間渡ることができた。その後、余海変動による沈降によって海水面は数日をかけて徐々に戻った。この現象は当時を知る人たちによって口伝えられており、地元では知る人が多い。現在の山気口を眺める限りは信じがたい現象であるが、大正震災時に岬の隆起が最大7.5メートルに達して徐々に沈降したことや、 城ヶ島の東側海域でガスの噴出があったことが記録されている。地盤変動は、岬周辺を平均1.4メートルも隆起させて収束した。大正時代までの岬周辺には多くの海水浴場があり、城ヶ島にも、優雅、先海水浴場があった。しかし、地震による隆起で砂中の岩があちこちで露出した結果、旅館が足りずに海水浴客が 民家の軒先を借りるほどの人手があった海水浴場としての賑わいは過去のものとなった。なお、産気候の日上がり減少は1703年12月31日の原禄大地震でも発生した。復旧費用は江戸幕府の援助のみでは足りず、旗印を掲げた船で沖を通る船から寄付を集めたとされる。馬の瀬道門、編集侵食によって岩が メガネ状にくり抜かれたアーチ状の岩で赤羽崎の突端にある。1923年以前は道門下を小舟で通行できたが関東地震による隆起で陸化した。地震による隆起現象を今に伝える存在である。幅が狭い上にすでに亀裂が入っており、崩落の可能性があるため上部を歩くことは禁止されている。 三崎には1913年に伝統が点灯したが、城ヶ島はその後もランプを使用していた。1928年1月25日、三崎町議会は、城ヶ島伝統付設工事費負担金5000円のうち、2000円の長費補助を決定。これにより、三崎に遅れること15年にしてようやく城ヶ島に伝統が点灯した。同時に、 アセチレンガスを光原としていた城ヶ島灯台の高度が2万食光から一気に12万食光へ引き上げられた。城ヶ島では1808年と1936年に耐火が発生しているが、本港では1936年2月2日に発生した耐火について述べる。1936年2月2日午前2時30分ごろ、城ヶ島の集落生誕から出火した。 出火当時、風速10メートルを超える西風が吹いており、炎は、藁葺き屋根を伝って芝叩く間に全集落に、広がった。当時の三崎城ヶ島間の交通は船のみであったが、三崎から、消火救援にこぎ出た船は波をかぶって、転覆、警官や伝統会社員は、泳いで、島にたどり着いたという。また、桟橋がなかったため、 ガソリンポンプを運ぶ船がポンプを下ろし終えた時には、すでに出火後30分以上が経過しており、手がつけられない状況であった。要塞施設も炎焼の危険があったが、午前6時頃になって、ようやく沈下。被害は、全頭119個中、消失106、半栄大破産、被災者591人というもので、文字通りの焦土と化した。 なお、三崎消防組小頭の藤井助次郎、筒崎の石橋三郎の2名が放水中に3300ボルトの電灯高圧線に触れて、感電、殉職している。被災者に対する支援として、白米72票の炊き出しが行われ、女学校生徒が交代で毎日手伝った。炊き出しは、当初12日間の予定であったが、理災家屋保険金の支払い遅延のため8日間。 延長された。陸軍第一師団からも、戦時備蓄食料の乾麺、携帯缶詰肉、醤油エキスが提供されている。また、文教場は、民家から離れていたため炎症を免れたが、臨時休校した。この文教場は、旧城ヶ島文工会の資料館として現存している。当時、前日の城ヶ島の雨によって全国に名を知られていた。 城ヶ島の大火はショッキングな事件であったようで、東京日日新聞は、名称城ヶ島の大火、全島廃墟とカスと題した豪外を発行して、大きく報じている。かつて、城ヶ島北岸東側には、水垂れの黒松と呼ばれる松が生えていた。樹高6メートル、幹回り1.5メートルの古木で、岸壁から海にせり出すように生えた、みやびやかな姿で、 鎌倉と三浦半島の古木、名木五0泉にも選ばれた。しかし、2002年10月1日に三浦半島を縦断した台風21号によって、幹の中心から折れてしまい、その後、樹勢は衰退してしまった。原因を調査したところ、松食い虫の被害に遭っていることが判明、周辺の健康な松への感染を防ぐため、2005年6月に伐採された。 内部は空洞になっており、蛇が2匹住みついていたという。樹齢は長らく不明とされていたが、伐採時に初めて樹齢230年前後であることが確認された。白州記念館において、優が先にて、弥生時代の遺跡が発見されており、この頃から人が住んでいたと考えられる。両生国としては、神奈川県の立域ともに、相模国に属した。奈良時代には、 薬師さんに奈良東大寺の大仏建立に協力した行記によって開かれた神宮寺という寺があったと伝えられる。寺はすでに存在しないが、三崎の三桃寺の本尊薬師如来像はもともとこの寺の本尊であったと言われる。本尊は三浦市の重要文化財に指定されている。864年には藤原氏英栄が認知不認中に三浦に漂着。 船の舵事を取っていた、サブ三郎に、住居の場所を占わせ、島生端にある小山に鎮座したとされる。後に三郎を祀った家事の三郎神社が建立され、以降、小山は家事の三郎さんと呼ばれるようになったという。ちなみに、藤原市営は、三崎の海南神社の祭神として祀られている。城ヶ島を含む三崎一帯は、江戸幕府の直轄地となる。慶長年間に、 三崎五番所が置かれ、三崎大官によって統治された。ありがとうございます。